マイク・ポンペオ国務長官。私たちはアメリカが国務省と国防省内で発揮できるすべての経済的レバレッジを確立し始めました。無秩序で終わらせるための戦略が始まります。これは米中問題ではなく、次世代が中国の時代ではなく、権威主義的で抑圧的な政権の時代ではなく、 法の支配、秩序ある自由、主権を核とした基盤として信じる政権の時代であることを全ての国に理解してもらうために私は世界中を回っています。ポンペオ氏が南ヨーロッパ4カ国を訪問した際、ローマ法王フランシスコ法王に会うつもりだったが、法王の方から辞退された。バチカンは代わりに国務長官数期教らがバチカンを代表することになった。 ポン氏は中京との契約を更新しないよう正教団を説得しようとしているがその期待も無駄になる可能性がある現在のフランシスコ法王は新教や香港での共産党によるカトリック教徒への迫害や人権侵害について全く沈黙しており2年前に法王と共産党が調印した暫定協定では共産党が任命した8人の司教を認めており カトリック教徒の間で不満が紛失している数日前、中教が任命した港湾地区の副司教である蔡英明氏を、香港司教の後継者に任命することに同意すると報告した。香港教区の名誉司教である陳実君枢機教は、先週の水曜日、バチカンに悪魔と同調することを恐れて駆けつけたが、同様にフランシスコに謁見を拒否された。